ジュルジェビストポビ修道院。ジュルジェビストポビ修道院は、セルビアにある、聖教会の修道院で、三尺地方のノビパザル近郊にある。小高い丘の上に立っており、ノビパザルの渓谷と街並みを一望できる。修道院は、1168年に創設された。立地は、当時のセルビア王国の首都ラス近郊にあたっており、その地にラシカの支配者、ステファン・ネマニャーが建てたのである。 修道院には創建当時の12世紀に遡る、会食堂、共同寝室、貯水槽、入り口の塔の壁などの遺跡群が残っている。修道院の没落は、オスマン帝国によって、セルビアが占領された14世紀末に始まった。そして、1912年に始まった第一次バルカン、戦争の中で破壊された。修道院。 特にセイゲオルギウス聖堂には13世紀に遡る優れたフレスコ画があったが、損壊がひどく、大部分はベオグラードの国立博物館に移管されている。ジュルジェビストゥポビ修道院は、1979年に、スタリラスの遺跡やソポチャニ修道院と共に、スタリラスとソポチャニの一部として、ユネスコの世界遺産に登録された。 修道院の再建を求めるキャンペーンが1960年から1982年に行われ、2001年からは体系的な再建工事が行われている。主教、アルテミーへは現場に3人の修道士を派遣し、工事の監督に当たらせている。ありがとうございます。